え、保健室じゃん。丸木先生、なんだよ。ちょっと、ああ、そっか、サードアイなんか使えねえのか。戻される。まっすぐ進めと。陸上部のみんなと大会でいい成績取って、大学の推薦とかもらって、おふくろ楽させて。龍二、知れない。あの事件さえ起きなければ今も志保と一緒に過ごせてたのにって。あん、なんだよ。お姉ちゃん一人で家庭を背負っている状況で甘えるなんて。誠、奥村フーズを改善していく私と、それを見守っているお父様春。え、みんなの願いってことだよな、話聞いてる感じだと。囚人服だし、いや、あの感じだとみんなの願いだよな。これ丸木先生か。どういうことだ。ゆうすけとか、もう音が、双葉とかもあるのかな。おはようございます、かすみちゃん。あの、あたぼうよ。そうですよ、そうそう、約束だったかんね。嬉しいです。行っちゃう行っちゃう。そっか、みんな予定、あ、だからか。お願いします。お、おせちですかね。悪いな、元旦の朝っぱらからなあ。そういや、明けましておめでとう。おめでとうございます。双葉ともどもよろしくな。助かるよね、店やってくれててさ。正月ってほらテレビもつまらないじゃない。ねえマスターは、お出かけの予定とかないの？全部セルフサービスしてくれて、お代も置いといてくれるんなら行ってくるけど。おお、そうね、接客中はダメだよね。
お兄さんは行かないの？初詣。それが賢明だわな。明けましておめでとう。で、よかったよな。ちょっとこれ、いや、モナのボソッと口にしたのクラグだったのか。じゃあクタバはお母さんで、ユースケはマダラメとってこと？ちょっとどちら様って、なんだ、もしかして寝ぼけてんのか。かわいい。どうや。おお、似合ってるじゃないの。綺麗よ、タバちゃん。お母さんと一緒に選んだんだ。お母さん、悪い。お披露目はまた後でだ。初詣から遅刻したくないからな。ではサラダバー。初詣か。私たちはどうするかな。そうね、今年は行かなくてもいいかもね。もう叶えたいお願いもないし。そういうことか。うわー、マジかー。変えられちゃったんだ世界。みんなの願いが叶う世界。誰も傷つかなくていい。丸木先生が言ってたことか。そうだ、空いてる、空いててほしいって願ったから本当に通じてんじゃん。なんか違うだろう。クタバ可愛かったけど。どうした、なんか約束でもあんのか。なんだよ、そうなら言えって。ここはいいから行ってきな。かなり寒いから着込んでけ。風邪ひくんじゃねえぞ。それはそうだけど、時間の感覚わからなくなるよな。じゃあ2夜連続、今夜あたり新年会とかやっちゃう。あれ、お、2人とも来てたんだ。偶然って重なるんだね。みんな可愛い。ご無沙汰してます。昨日も会ったでしょ。みんな用事の前にここに寄ったんだと。それでたまたまみんな鉢合わせ。すごい偶然よね。あ、だがその偶然のおかげで実にいい光景を見ることができた。日本の美そのものだ。何してるんですか北川先輩。スルーでいい、発作みたいなもんだ。つかこの後どうする。用事まで時間あんなら飯でも行かね。あ、ごめん、この後すぐ家族で出かけるの。
俺も寄るところがある。私もお父様と食事。私はこれからお母さんと初売り巡り。なんだみんな忙しそうだな。じゃあ俺も陸上部の連中誘ってみっかな。私も志保に連絡してみよう。家族って言ったよな、お姉ちゃんとじゃなくて。じゃあここは解散かな。うん、またね。かすみちゃん、皆さん帰られましたね。そういえば先輩、さっき何をお願いしたんですか。偶然皆さんと会ったりしましたもんね。私ですか。ですね。あ、すみません。あれ、お父さんからだ。あ、家に親戚が集まってるから挨拶しなさいって。これから駅まで迎えに来てくれるそうです。うちそういうのに厳しくて。誘っておいてすみません。せめて駅までご一緒させてください。妹ちゃんは。お父さん。袖口押さえないと。せっかくの晴れ着なんだから。こちらは先輩。前に話したお世話になってる学校の先輩だよ。君か。この子からいつも話は聞いているよ。お父さん、いつもって。本当のことだろ。これも君が選んでくれたんだってね。今さらだけどありがとう。お父さん、それ家でも職場でもかけてるんです。気に入ってるからね。それじゃあ私たちはそろそろ行こうか。見て。え、どうした。あ、なんでもない。それじゃ先輩、失礼します。スミレ、ちょっと突如に予定はないってことは、これ恋人がいたらこれはあったのかな。何か胸じゃなあ。上げないんだけど多分上げれないんだけど。雰囲気に反して BGM が不穏である。羊とオクラ。富士山と羊はまあなんとなく夢と羊では あれだな。
カーとか全部おかしい。加入したいですか。サム、なんだよ、どうした。誰ってお前、なんかお前昨日から変だぞ。どうかしたのか。いつまで寝てんの。お昼なくなっちゃうよ。おう、悪い、先行っててくれ。後から追いかけるわ。これうますぎだろ。形も綺麗でツヤツヤ。母さん、いつでもお嫁に行けるわね。そりゃどうも。こっち来て一緒に食えよ。黒豆、言っとけ。価値観変わる。おはよう。もあ、あれか、もっと他のとこ回れたのかな。そうすると双葉とかゆうすけのも。新春初ボケかなし。早速落とす気分か。妙な真似はやめとけよ。若葉に食いつかれたら飽きるまでいじられるからな。分かってらっしゃる。若葉よ、仕事も子育ても充実してる時にいきなり死んじまいやがって。どうした、具合でも悪いのか。こいつ昨日からそんな感じなんだ。おはよう、モナ。おう、我が輩の分のおせちある。なんで疑問形なんだよ。そうに決まってんだろ。お前本当に大丈夫か。違和感ってレベルじゃねえ。とりあえず座んなよ、腹減ったろ。ごちそうさま。こんなにしっかりお正月過ごしたのいつぶりかしら。我が輩も満足だ。あとは食後のコーヒーがあれば。さりげなく要求してんじゃねえよ。コーヒーに合うデザート欲しくないか。私買ってくる。お母さんはモンブランだよね。あら、気が利くわね。行ってきます。気をつけてな。どうしたの。なあ、悪い、店まだ開けてねえんだ。すみません、ちょっと彼に用があって。気分転換に出かけてこいよ。デザートは我が輩が責任を持って管理しといてやる。とか言って猫ババしたりすんなよ。モナならありえるわね。失礼だぞ二人とも。ごめんごめん。そろそろコーヒー入れとくか。気づいてるだろ、この状況について話したい。ゴロちゃんは正気だ。そうだよ、君と同じようにね。行こう。世界がおかしい。さて、状況を整理しようか。じゃあそこから話そうか。去年の冬、僕は一連の精神暴走事件の実行犯として警察に出頭した。そこまでは OK だね。
話を戻すよ。僕が出頭した後の話だ。当然僕は指導絡みの事件で事情聴取を受けていたわけだけど、どういうわけか今朝になって突然釈放されたんだ。理由もなくね。どう考えても異常だよ。あんな事件の実行犯を事情聴取だけして釈放なんてありえないけど、もっと異常だったのはその通りさ。一色若葉、まさか生き返ってるなんてね。今のところまともそうなのは君だけだ。単刀直入に言う、取引だ。僕と手を組まないか。とにかく何が起きてるかを探る。これは君も望んでることだと思うけど、今のところ僕と君の目的は一致してる。問題を解決するために協力した方が安全じゃないかな。うん。心は決まった？言っておくけど、あくまで関係は対等だから。まあいいや、本題に入ろう。まずは情報が欲しい。指導のパレスで僕と別れてからのこと聞かせてもらうことはできるかい？なるほどね。片鱗があったとはいえ、明確な異変は年明けからか。怪盗団の連中も疑問を持たず今の状況を幸せそうに生きてる。出なよ。吉沢です。先輩、今お台場に来てて、あの、私よくわからないんで見たままを言います。あの建物が出てるんです。透けてるんですけど、モルガナ先輩がパレスって言ってたやつです。先輩、急なんですけど今からお台場に来れますか？電話の声、吉沢さんだね。パレスって言ってた気がするけど。うん。異世界でもないのに。吉沢さんのとこ行くんだろ？僕も行こう。どう考えても手がかりがありそうだ。今さら断ったりしないよね。これが素の明智なのか。取り繕ってない。いい感じじゃねえか。先輩、明智さん？ちょうど一緒にいたからさ。死人の次はパレスか。面白いね。明智さん、パレス知ってるんですか？彼と同じ力を持ってるって言ったらわかる？ですか？じゃあ明智さんって。言っておくけど僕は怪盗団じゃないよ。でも今の会話で察しがつくってことは吉沢さんもってことになるね。あの、はい、使えるんです。ペルソナ、私も怪盗団ではないんですけど、前に先輩たちとこのパレスに入ってしまったことがあって。これどういうことなんでしょう？出かけた帰りに寄ってみたらああなってて。騒ぎになってないってことは他の人間には見えてないのかもしれないね。もしくは見えているのに反応していないか。そうなんです。通りがかった人に聞いても特に気にしてないみたいで。あれこれ考えるより動いてみた方がいいかもね。パレスに入るってことですか？現実にパレスが現れたって言っても、見えるようになったのはこのパレスだけだ。もちろん確証はないけど、
この異常事態と関連する可能性は高い。だったら入ってみるのが早いと思わない？まあ入る手段が残ってればだけど。これこの消えたと思ってたけど、こいつも復活してるみたいだね。私何もあります。履歴はある？履歴どうやれば。あ、一件だけ残ってます。でもこれ、誰のパレスか読むことができない。名前の箇所が不自然に塗りつぶされてるね。このパレスの主はこんな小細工まで可能なのか。これパレスには入れないんでしょうか？履歴はあるからね、侵入は可能なんじゃないかな。もしパレスに行くなら私も連れて行ってくれませんか？前に行った時から気になってることがあるんです。足手まといにはなりませんから。君はどうする？もちろん決まりですね。じゃあ行くよ。この3人か、まさか。あ、改めて見ると不思議な場所ですね。この建物何なんでしょう？ここの主がさっきの場所をどう思ってるか次第だね。ま、進んでいけばわかるよ。そうなんですね。ところで、そのどうかした？いえ、なんというか。本来？ああ、これのこと。吉沢さんはともかく、君の前で今さら清廉な探偵王子を演じる必要もないだろう。おしゃべりは終わりだ。行くよ。やりやすいだろうな、こっちの方が。ああ、セーブできるかな。あ、できるね。つうわけでじゃあ一旦切りますか。いやー、新展開。まあ。まさかこうなるとは。モナさえもか。レベルいくつなんだろうか。75。ああ、なるほど。まあ大体こんぐらいか。まあそうだよな。よし、とりあえず、顔がセブスか。とりあえず3人か。